ドラえもんのび太のリトルスターウォーズとドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021を比べてみた。ということで今回取り上げるのはドラえもんのび太のリトルスターウォーズです。映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズは1985年に公開されていますが、2022年にリメイクされ、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021として公開されました。なので今回は1985年版と2021年版のドラえもんのび太のリトルスターウォーズを比べてみたいと思います。映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズはドラえもんの映画シリーズ6作品目として1985年に公開されています。でこの映画は物語ももちろん面白いのですが、それ以上に映画ファン、映画好きの人を喜ばせてくれる作品になっていました。それは何かというと、作品の中にたくさん映画ネタが散りばめられていて、タイトルのリトルスターウォーズもその一つです。1977年にスターウォーズエピソード4が公開され、もちろん日本でも多くの人が夢中になり、その後エピソード5、エピソード6と立て続けに公開されました。なのでそんなスターウォーズ人気がこの1985年のドラえもんの映画にも影響していて、それはリトルスターウォーズというタイトルだけでなく、オープニングにはドラえもんとのび太が C3PO と R2D2 と一緒に歩くシーンが出てきます。これだけでも映画ファンは嬉しくなってしまいますが、そのオープニングにはスターウォーズ以外にもたくさんの映画ネタが用意されていて、スネオとジャイアンのフランケンシュタイン、のび太としずかちゃんのスーパーマン、さらにジャイアンのキングコングと続き、最後は全員での ET と名作が勢ぞろいしたオープニングになっていました。なのでオープニングだけで映画ファンは思わずテンションが上がってしまうんですが、映画本編の中にもまだまだ映画ネタが登場します。そもそもこの作品はスネオがジャイアンやのび太と一緒に宇宙大戦争という特撮映画を作るというところから始まっていて、その設定もまた映画愛を感じるものになっています。さらに映画の後半ではクジラ型の戦闘機が水の中から出てくるシーンがあって、そこでは映画ジョーズのあの有名な音楽に似た曲がかかっていました。でオープニングではジャイアンが映画キングコングに出てくるキングコングのように暴れていましたが、劇中ではドラえもんがビルの上でキングコングのように暴れます。しかもその時ドラえもんはまるで何かの映画みたいだなとユーモアたっぷりのセリフを口にしていました。さらに大きくなったというか元のサイズに戻ったのび太たちが小さな宇宙人の惑星にいるその姿はガリバー旅行記のような感じもしました。エンディングでのび太が小さな宇宙人に縄で縛られているその様子はガリバー旅行記に出てくる有名なシーンそのものでもありました。なのでこんな風に1985年のドラえもんのび太のリトルスターウォーズにはたくさんの映画ネタが隠されているので、映画好きの方が見るとかなり楽しめる作品になっているんじゃないかなと思います。でそんな映画ネタ満載のドラえもんのび太のリトルスターウォーズが2022年にリメイクされ、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021として公開されています。もともとは2021年に公開される予定だったのでタイトルが2021となっていますが、コロナの影響で2022年に公開されています。でこの作品はシリーズ41作品目にあたり、元の作品から37年経っているのですが、オリジナル作品がそうだったようにリメイク版でも映画愛を感じることができます。映画の冒頭、スネオたちはオリジナルと同じように特撮大巨編宇宙大戦争を作っているのですが、この時ドラえもんがクロマキーセットを出してくれます。でこの道具のおかげで私たちは映画制作の裏側を見ることができて、グリーンバックを使った撮影や噴火シーンを作るために水槽に絵の具を垂らして逆さまに撮影するという有名な特撮があるんですが、その様子も描かれていて、オリジナルとは違った視点で映画ファンを喜ばせてくれるオープニングになっていましたし、また日本が誇る特撮の先人たちに対する敬意が描かれているオープニングでもありました。で物語の方は驚くほど1985年の作品と同じで、2021年版には元の作品にはいないオリジナルキャラクターとして大統領のお姉さんが登場するので、そのあたりは元のお話とは違っていましたが、それ以外は1985年版と同じ展開になっています。あとスネオの描かれ方が若干オリジナルとは違って、今作ではスネオがかなり怖がりとして描かれているんですが、そこから自分にしかできないことが必ずあるという映画のテーマにつながっていました。
なので若干の違いはありながらも、ほとんど1985年の作品と同じなのがこのドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021なのですが、まあ、その中でも一番違うのはやはり声優陣で、ドラえもんをはじめとする主要人物の声優が全員オリジナル作品とは変わっていて、そこが時代の変化を一番感じる点だと思います。ということで今回はドラえもんのび太のリトルスターウォーズを取り上げました。ドラえもんという作品らしく仲間や人を思いやる気持ちがどちらの作品でも描かれていましたが、この2つの作品は映画愛に溢れている映画だと言えると思います。特にオリジナルの方にはたくさんの映画ネタが隠されているので、ぜひ映画ファンの方にはそれを見つけて楽しんでいただきたいなと思います。ということで今回は映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズについてのお話でした。